歴史の威風を紡ぎ出せ。敵は本能寺にあり。戦国無双クロニクル3。戦国無双シリーズのキャラクターが総出演。武将たちとの交流によって戦国の歴史が変わる。そしてこの地より桶狭間の戦いで義元が勝利していたら、ついに今日に武田の旗が、信玄が上洛に成功していたら、彼らの思いを聞いた時、歴史は威風の世界へ動き出す。多彩なアクションでミッションクリア。最大4人の選曲によって自在に操るプレイキャラチェンジ。仲間に指示を与える方針設定。そうだ、高速で敵を蹴散らす神速アクション。戦況を有利に変える戦技。無双極意でパワーアップ。これぞ本領。充実のキャラクターカスタマイズ。無双武将とお揃いの衣装も。次々と出現するミッションに挑み、ゴールを目指せ。全国のユーザーとランキングを競い、報酬をゲット。お茶会で武将との友好度をアップ。その他、武器の強化などやり込み要素満載。もちろん Nintendo 3DS には通信機能も。王道の世を打ち立てられる。それが浅井長政という男だったのだ。うわあ、信長。四十九年は一睡の夢。強き思いが歴史を動かす。戦国無双クロニクル3。プレイステーションビータ、ニンテンドー 3DS、 12月4日発売予定。特典満載プレミアムボックスも同時発売。初回特典、主人公キャラクターサンタコスチューム。ダウンロードして特典ゲット。体験版配信中。すみません、どちらで遊んでくれますか？